コンビニ社老子安さやかのウィークリーコンビニラジオ皆さんこんばんはウィークリーコンビニラジオがスタートいたしましたパーソナリティは私コンビニ社老子の安さやかです5月28日5月もいよいよ終わりです最近天気が梅雨空になってきました東京でもかなりの雨が降っています沖縄も結構雨が降っているようですけども 皆さんいかかがお過ごしでしでょうか結構ねこう暑くなったりしてきてますけど急に気温が下がったりまた暑くなったりで気温の変化もかなり激しいので皆ささん体調管理十分ご注意ください私もですね前回にちょっとお伝えした通りウイルス性の結膜炎になってしまって2週ほど家からあまり出られませんでした。 これは症状的にウイルスなので人にうつる可能性があるということで、まあ、家でもちょっといろいろ気をつけてはいたんですけど外に出てね自分が出たことによって誰かにこの症状がうつってしまうと結構つらいんですよ。まず右目から始まったんですけど赤くなってでもうぐじゅぐじゅしだして目矢には出るわ涙は出るわで本当にもうコンタクトとかメイクどころの話じゃないっていう。 で人様にあまり最近晒してなかったメガネ姿を晒してしまってですねなんかとてもちょっと恥ずかしい感じがしましたけど、まあ、意外に似合ってるねなんて言ってもらえたんでちょっと良かったかなとも思いますで今はですねだいぶ目も良くなってはきたんですけどただコンタクトを入れて外に出たらまた目が痛くなってしまってですね ちょっとまだ本調子ではないのかなというところでこれもう3週間近くあ2週間かな2週間ぐらいかかってるんですよね完治に。でまあお医者さんも23週間かかりますって言ってたのでそれぐらいが通常なのかなと思ってるんですけどとはいえやっぱり目って仕事でもパソコンずっと見てたりとかでめちゃくちゃ使うので本当に大事だなって 改めて健康第一とということを実感しましまた皆さんもぜひ体調管理本当に私が言っても説得力ないかもしれないけど気をつけていただいて元気にこの梅雨を過ごししていきましょう新型コロナウイルスもまだまだちょっと感染が収まっていませんけれども、まあ、この東京界隈とかではですね緊急事態宣言の再延長ということも言われていてまあ どどうななのかっって思って思ますけどね、まあ、そうは言ってもやっぱり外出する人はするしする,する時もするしうーんって考えた時に、まあ、何とも言えないんですけどただ、まあ、自分自身一人一人がいつも言ってることなんですけど一人一人がちゃんと感染対策をするっていうことをね心がけていくことが大事かなと思っております。 さてこのウィークリーコンビニラジオですがコンビニ業界に関わるニュースあるいはコンビニ業界で働く方やコンビニが大好きな方が聞いていただいてあなるほど役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です皆様からのご意見ご感想をお待ちしております FMGINO1 の,のメールアドレスは7 9 7 a t f m g i 1 c o m もしくは私コンビニシャロージ安田屋のツイッターを検索フォローいただきそちらから ダイレクトメッセージを送っていただきますかもしくはツイートなどで参加していただけるととても助かりますまたコンクリ株式会社という私の会社のお問い合わせ欄からお問い合わせを頂い,いても OK ですということでぜひ皆様からの声を聞かせて頂けたら嬉しいなと思いますこの番組は「三方よしの未来で見える未来」店舗支援システム「キズナアルファでおなじみ 株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたしますさて今日もですね渡辺ゆいかさんとの対談の再放送とさせていただきますぜひまたこれ私も,何,も何と聞いてもねすごく面白いし役に立つ勉強になるなと思ってるのでぜひ皆さんにももう一度聞いていただければと思いますそれでは CM の後は対談ですコンビニシャロー市安瀬役も リークリーコンビニラジオあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャーチです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782」沖縄ベタニア・チャーチ 字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは「0 4 5 6 7 0 7 6 4 0 −ぐすくまタウンビジョン」まで ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノあンの楽しみ方がきっと見つかるギノあンヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ね、あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい

ムービにけた手の味噌をシフォンケーキで検索しく包むく味噌みそ屋が作るみそシフォンケーキやえせの夢<工>房コンビニ社労士やすさやかのウィークリーコンビニラジオ。 それでは本日もゲストをお迎えしております。恋愛アドバイザーでタイムチケット総合ナンバーワン、うん、ペアーズエンゲージの公認コーチでもいらっしゃる渡辺ゆいかさんです。よゆいかさん。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。はい。渡辺ゆいかさん、先月4月の16日の放送にも、はい ゲストとしてお越しいただきましたあはい本当楽しかったですありがとうございましたこちらこそですありがとうございました私もねすごい楽しかったですよあ、ね、<laughs> そう言っていただけると嬉しいです、ね、そう、その時にねどういう話をしたかっていうと ゆいかさんがなんと副業でその恋愛アドバイザーのお仕事をされているとそうですねはい、はい、いうことで私はとてもびっくりしたんですけどそうですよね <laughs>、はい、副業だけで月100万以上稼いでるっていう,うあの生々しい金額がねそう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 いやでもすごいあれはなんか夢の夢あふれる話だっ じゃなないいかっって聞いてて聞る人にとってはね,そうですねやっぱり会社員やってると時間的な制約が大きいので、はいうん、その中でもなんか自分の土日の時間とその平日夜の時間をうまく活用することでちゃんと稼げるんだっていうのは私自身もすごいこうやりながらなんかそあそうなんだなって思った部分は。 結構ありましたねいやねどんなにこう時間があってもそれをどういうふうに使うかによって、うん、いろいろとねビジネスであればやっぱりお金を稼ぐってこともそうだし人のお役に立つっていうこともそうですしね。 全然こう使い方によって成果も変わってくるんだなと私もねすごく勉強になりました、はい、ありがとうございますこちらこそ改めて16日の放送をちょっと聞き逃してしまったよって方は YouTube のチャンネルで「FM 技能案」のところにアーカイブも載ってますのでぜひぜひそちらもお聞きになっていただければと思うんですがゆいかさん改めて簡単に自己紹介なんてお願いできたりしますかはい渡辺ゆかと 申します年齢は現在33歳でして<っ>、はい、で29の時からタイムチケットで自分の時間を売り始めました。はい、で、えー、と去年子供が生まれまして、はい、現在あの会社員の方は育児休暇取得中です。はいはい、ただそれとは別で自分でまあ立ち上げた法人がありましてで今回そちらの方でですねあの 従業員を一人雇うことになりまして、はい、今日はあのそちらについて人を雇う時の、ね、ポイントとかえこういうのどうすればいいのみたいなあのちょっとお悩み相談をさせていただければと思って今日は来ました。よろしししくお願いしまおしい,います素晴ららさにに月の間に 発展ししてましたね <laughs> <laughs> そうですねちょっとあのほんといろいろご縁があってと、はい、いうのも私の新しく雇った従業員の子ってこう元から知り合いの子なんですけど、はい、これって本当なんだろうスタートアップで1人目だとねよくある話かなと思うんですがすごい仲のいい友達がいてうん、うん、その子があの別の企業で元々勤めてたんですけど。はい なんかちょっとそこの人間関係がうまくいかなかなったりとかあとこう地方に引っ越すことになったタイミングと合わさって、はい、その子が会社辞めようとしてたんですよ。<ー>でもその子妊娠していて<あ>今辞めちゃうと育休取れなくなっちゃうよっていうタイミングだったんですね。はいで あのもうちょっと頑張ればなんていう相談もこうその子と普通に友達として乗ったりしてたんですけど、うん、あのちょっとどうしてももう場所も変わるしちょっと続けられそうにないっていうことがあったので、はい、まあそれであればあのじゃあしばらくうちの会社にこう移籍してあの育休の期間、うん 育休取れるまでうちの会社で正社員として働いたらどうなんていう提案をしたらすごく喜んでくれて<ー>それであの採用する流れになったんですけど、はい、あのそんなことだったので準備期間がもう1週間ぐらいしかないまま雇うっていうことになって。<laughs> <laughs> すごい まあ、まだ就業規則もないし、サブロック協定もないし <laughs>、何にもないっていう中で、とりあえず雇っちゃったっていうところがあって、ちょっと陥りがちなね、あのこ,うこういう,のうん、うん、ポイント危ないよとか、こういうとこ大丈夫ですかとか、そういうのをぜひ、うん、いろいろアドバイスいただけたらなと思っておりますお、す晴らしい。<laughs> まずは、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。<後>でも、そうですね。やっぱり、あの、すごくこう勇気がいりました。うん、その、うん、給料払えなくなったら。 どううしよう<ー>大丈夫かなとかその子自身にもなんか稼ぐ仕事与えた方がいいんじゃないかとか思ったりとか,、うん、なんかちょっとウーバーアイズしてもらった方がいいのかなとかウーバー大丈夫かなみたいな。<laughs> なるほどね <laughs> ちょっとメルカリテンやってもらおうかなとか,ちょっとなんかそんなのも。 思いながら、はい、まあ今のところうちの普通の事務作業だけでお願いしてるんですけど、はい、ちょっと不安でしたね最初なんとすごいですね、うん、いやほ <laughs> 本当にまずはね優香さんのお仕事が発展してるからこその採用だと思うんですけどありがとうございます,ありがたいですこちらこそすごいいつも刺激をね受けてますよ。 ありがとうございます。それで、えっ、ー、と、今は事務仕事、事務作業を中心にやってもらってるい。そうですね。はい。はい。その方は正社員として雇用されているってことですね。そうですうん、うん。フルタイムですか。そうですね。はい。お<う>やっぱり、バリバリ育休取るためには。うんうん、ある程度フルタイムに近い形じゃないと。<お>あの、育休取れないってことだったと思うので、その。はい。なでしたっけ、週三十時間でしたっけ、なんか。そう。 ですね。それぐらいは働くってことで。うん。素晴らしい。さすが先輩、よくご存知で。<laughs> い,やいやいやいや。ナイスアドバイスですね。そうなんですよね。あんまり短いと、うん、育児休業ってなかなかね、会社で取らせてもらえないことが多いんで。一定の時間、働いてもらうことが、ほとんどなんですけど。はい。ということは、まあ、大体それぐらい働いてもら、ちょっと長めに働いてもらってますと。うんうんうん。はい。そうです。 今まだその社員さんのお子さんは生まれてはいないんですねまだ生まれてないですね十一月ぐらいの予定ですあじゃあ今まさにはい そう,そうか、そうか。そうですね。本人を育ててる。うん、はい。つわりと戦いながら。<laughs> あの、う,うん、ちょっと一時間、ね、体調は悪いんで、一時間休みますとか。そんな、め、連絡ちょくちょくもらいながら、あ,<ー>あの、在宅勤務でやってもらってます。なるほどね。はい、あ、そっか、そっか。ちょうどまだ安定期に入ってない頃ぐらいになんです、ね。そうです。そうです。はい。あ、そっか、そっか。まず、あ、その辺もやっぱり、こう、先輩がよく分かってるからこその。柔軟な対応ができているってことなのかなと。 そうですねでも、うん、あのどこまで許していいかもわからないし、うんうん、どこまでお願いしていいかもわからないし確かにそこってこうすごい難しいなって思ってるんですけどいやそうなんですよね遠隔でお願いするからこそねリアルタイムでその体調とか表情を見られるわけではないから多分きっとうかさん側も気を使ってる部分もあれば向、うんまあ、こうの。 側からしても気を使うところもいろいろあるのかなとは思いますけどそうですねはい,、まあ、そういった連絡っていうのは結構頻繁に普段もやってらっしゃるんですかそうですね毎朝、うん、あの朝会をこう<お>だっけ Google ミートっていうツールを使ってやっていてはい、はい、朝会30分でその、うん、今日何やるかっていう確認をしたりしています。素晴らしいでじゃあそこでど、うん、どうぞどうぞぞ はい、そこであの、うん、今日の仕事確認して終わる時は「終わりました」っていうその「今日の業務終わります」っていう連絡は LINE でもらってるんですけど、はい、休憩時間の管理とかは今してなくてうん、うん、なので、まあ、適当に休憩取ってねみたいな感じになってるんですけど <laughs> <laughs> そこはもうちょっと管理した方がいいのかなとかあ<ー> <laughs> 分かんないですね。 そうっすよねしかも今お話を聞いてると、まあ、ちょっと体調が悪くなってしまう瞬間が何回かあるっていうことなのでそういった場合も厳密に言うと「それって休憩だよね」と「じゃあ一日何時間働いてもらおう」みたいな目安があればね そこから休憩した時間を引いて計算するってことはできなくもないんですけど。今大体一日どれぐらいの時間働いてもらってるんですか。一日。えー、っと。休憩抜いて六時間ぐらいですね。うん、ああ、なるほど。十、はい、時から夜の六時まで、うん。お、なるほど。じゃ、あ大体一時間ぐらいの休憩を挟んでっていう。はい、そうですね。うん,う,んうん、うん、うん。 まあ、あとはもう本人にちょっと体調悪くて休む時は休憩入りますっていうちょっと体調悪いのでっていう連絡をもらって、うん、その分はあの、まあ、1週間の間でちょっと多く働いてもらうとか、はい、そんな感じであ<ー>まあ残業にならないように調整してるっていう <laughs> まあ現状ですねなるほどそっかそっか。はい で、給料も、いくらって言わなくていいんですけど。月,月給制ですかね。月給ですね。もう、うんうん、あの、ありがたい金額で働いてもらってますよ。本当に。そうなんだ。<laughs> やっぱりね、あの、い怖いですね。この、ほだ、もっと出してあげたいけど。やっぱ会社の経営、どこまで安定させられるのって、その、なんか、じ、<う>自信みたいなところ。すごく、こう、<ー>求められるなって思います。 いやそうなんですよコンスタントに売り上げが入ってくるっていうのがもうでに分かってればある程度安心でして働き,働きじゃない。 あの給料もねお支払いできるんですけど、なんかちょっとその売上に限りが見えた瞬間にドキッとしますよね。ドキッとしますね。あれこれこのまんまだとちょっとちょっとショートするみたいな。<laughs> そうなんですよ。やっぱり私の仕事って緊急事態宣言が出ると売上が落ちる傾向があるんで。そうなんだ。そうなんですよ。あ、そかそかウェディングとかその結婚とかにも結構暇ず暇づいてますもんね。あ、そうなんですそうなんです。やっぱり<ー>コロナが。 こう流行ってくるとあの、うん、外でのデートもなかなかできないですし。そうかー。 そうなんですよ。それもあって、ちょっとドキドキしながらっていうところで。とりあえず、<や>あの、本当ありがたい金額で、お願いしちゃいました。うん、あ、そっかそっか。いや、その、ちょっとこう、ね、状況が、世の中の状況が。若干不安定な時に、うん、いや、よくぞこ決断されました。そうですね。でも、やっぱり、なんか、うん、本人のね、うん、あの。なんだろう。育児休。 かもらえるかもらえないかって結構金額的ににきいいじゃないですか確か確<う>、うん、今ね保育園入れなければ2歳とかまでもらえたりするのでそれがなくなっちゃうってちょっとか,、ねね、かわいそうだなと、えーえー、<laughs> かわいそうっていうか,か <laughs> うんんとかできることがあるならなんとかしてあげたいなってすごく思って。 確かにそう,そうなんですよね、うん、雇用保険からね育児休業給付金っていうのがあの会社から給料をもらわないで育児休業を取る場合っていうのは一部その雇用保険からそういう給付金が出るんですけどそれもねやっぱり会社に属してるからこそもらえるものでもあるしそれが出る出ないっていうのは結構大きいですからね。 私たちとかも、まあ、社労事業なのでいろんな会社さんの育休取ってる方の手続きとかもさせていただくんですけど、はい、まあなかなかいい金額出るじゃないですかそうなんですよねね給料にもよるんですけど <laughs> そうなんですよねそうでもやっぱりこれぐらいあったら生活に困ることはないとたくさん贅沢できるようなものではないかもしれないけど なんか生きていく上でうわどうしよう明日のご飯代とか別にそういうことまで心配する必要もないしそうですね,、はい、ねっていうぐらいのやっぱり給付を受けられるってことになるとね受けられその給付を受けながら育児休業取れる方がいいですからねそうですね。そうですねうん あとは社会保険料の兼ね合いもありますし。社会保険料ね、そうですね。いやこれがね、ああ大きいですよね。会社負担が半分あるからああ、うん。そうなんですよ。そうなんです。だからそれが、まあ、一旦免除っていう形にね、3前0 0 3後休暇と育児休業の期間は免除になるので、その意味でも非常にその育児にこれから全うしていこうっていう、まあ、プレママとか、 ママたちにとってはさてさてじゃあその社員さんのちょっと勤怠というか、はい、働くっていうところについてうん,、うん、なんかいろいろとお聞きしてみたいんですけどお願いしますはい結構ね1週間ぐらいで準備してパッとこう雇ってしまったってねおっしゃってたので <laughs> さっき就業規則がない。 サブロック,ク協定がないっておっしゃってましたけど勤怠、はいはい、管理っってててどうやってされてるんですか、はい、今今はあの Google のスプレッドシートに勤怠管理のフォームをそれも本人に作らせて <laughs> 作ってもらって <laughs> <ー> <laughs> そこに書いてもらってるのと、はい、あと LINE であの <laughs> 毎日朝仕事始めますっていう連絡と夜終わりますって連絡をもらってるっていう、はい、2>, その2本立てでやってます。うん 素晴らしいですね。じゃあそれで何時か何時まで働いたかっていうのがわかるようにはなってるってことですね。そうですね。うんうんうん。ただまあ休憩時間はあまりキャッチしてないってこと。そうそうですね。はい、ね、はい。はい、その辺はどうですか。なんかこうキャッチしなきゃなみたいな気持ちとか、なんかお悩みってあります？そうですね。なんか私自身が うん、あの会社員でずっとやってた時にリモートワークだったんですけど、はいうん、やっぱりその休憩報告するからちゃんと戻らなきゃみたいな意識、うん、その5分とかでも遅れないようにちゃんと戻らなきゃっていう意識があったなっていうのはあるんで、うん、なんかそこは報告してもらった方がいいんだろうなとは思いつつそれがなんだろう一日何回も休憩がと,とるような感じが。 あったりすると、まあ、管理が煩雑になってしまうので、さなんかどこまで記録しなきゃいけないのっていうのはわからないなっていうのは思いましたね。なるほどね。うん、まあ確かに正式に。 やるとしたらうん、うん、その5分間のちょっとした休憩も含めて記載をしていかなければ管理する人もわからないですからね特にリモートの場合って。うんうん、とはいえゆいかさんもおっしゃる通りうん、うん、非常に難しいうん、うん、そうでですよねでもあるんですよなので、まあ、法的なことで言ってしまえばしっかり管理しましょうねなんですけど。 <laughs> <laughs> 声の飛んじゃった <laughs> <laughs> そ,うそうなんですけど現実問題としていろいろやっぱりリモートワークされてる会社の社長さんとかに話聞くとそこまではやっぱ管理しきれないって言うんですよなので、まあ、1時間の休憩とそのうん,、うん、なんでしょうね決められてる。 ちゃんととした正式な休憩時間あとその例えば体調不良でちょっと休みますっていった場合の時間が正直ね5分10分とかだったら言わなくてもいいのかなって思うんですけどそれが1時間とか2時間とかちょっとこう長い休みになってしまった場合は。 やっぱり仕事の成果にも影響が出る可能性もあるので、んうんうん、まあそこで申告をしてもらうっていうのはいいかもしれないですね。あ,あ、そうですよね。そうですよね。うん、そう、結構ねあるんですよ。他の会社でもなんか修行したけど、全然体調が良くなくて思う、はい、ように仕事できないから3時間休みますって言って。 なるほどなるほどなるほどはいっていう方がねあったんですよいたんですよはいはいはい、はい、でさすがに3時間なんでそれはまあしっかり申告をしてもらいましたって話だったんですけどじゃあその3時間寝た分3時間後ずらして働くのかっていう問題もねそうこういうのってどうですかうんうん、うん うん、そう,うちの仕事的にも、うん、あの夜に仕事をお願いしたいケースっていうのがあったりしてなるほどで今はなんちょっと後ずらしで働いてもらうみたいなその休憩を何回か取ったことにして働いてもらうみたいなのを実際やったりしてるんですけどその後ずらしで働いてもらうっていうのは、うん、OK なんですかねそうですね。 まあ、実態で言ったらうん、うん、例えば6時間っていう勤務の時間が、ね、1日あってうん、うん、で3時間分ちょっと休憩しちゃったんであと3時間分ずらしてうん、うん、よ夜で働きますうん、うん、ってなった場合それ自体はお互いが OK っていうことであれば構わないんですけど。あそうなんですね はいだからまあ実際に例えば3時間働かなかった分を給料から引くのかっていう話にもちょっとこれひもづいてくるんですけどそれが特にねあの引かないよっていうことだったらあとはそのあと3時間分夜ずらして働くかっていうこともまあお互いにあの合意を取ってやっていけばいいのかなと。うんうんうん 思うんですけど、うんうん、そうじゃないというか。まあ給料を減らします。よってなった場合は,はい、はい、無理にこう。働かせることなく、まあ、給料の控除だけを行うっていうケースもあります。<ー>なるほど。なるほど。うん、はい、それをどっちにするかは会社側の方で決めていいよ。っていう。 なんね、そうですねただ、うん、例えばなんですけどその1時間遅刻をしたのでその分1時間あと働かなければならないっていう決まりはちょっと決めにくいかなと。遅刻はまああくまでも遅刻ですし途中の休憩は途中の休憩なのでうん,うん、うんうん、実際には。 もし、始業時刻と退勤の時刻が決まってるのであれば、もう退勤の時刻で今日は終わりっていうふうにした方がいい <laughs> っていうことなんですね。ただ、お話聞いてると、あんまりあれですかね、こう何時から何時っていう枠があの、しっかりと始業時刻とか就業時刻が決まってるって感じでもない。 一応10時から夜の6時で決めてるんですけど例えば私がそのインスタライブやりますとか <laughs> <ー>グループコンサルやりますみたいなのがじゃ夜の9時から今日あるんだよねみたいな時があると夜の9時からもそのグループコンサルに出演してほしいみたいな話があったりすると <laughs>、はい、そこをだから <laughs>。 その日は休憩2回みたいな感じで、5時から、五時から9時までまたもう一回休んでもらって、もう一回みたいなのを今はやってもらったりしてるんですけど、なるほどねこれ大丈夫なのかなダメなのかなってそわそわしながらやってます。<laughs> 確かにね。ちょっとドキドキしますよね。たぶん10時超えたらダメだと思って、うん、あの深夜残業みたいな。 なっちゃいますよね十一<う>時超えるとおっしゃる通りですだから九時から十時でっていうことで一応ギリギリ,ギリそこでそあえ狙ってやってるんですけど、うん、おおすごい <laughs> 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 なるほどね <laughs> そっかまあそうするとなんでしょうねこうイメージとしては二回、うん 出社しましたみたいな同じ感じですね。コンビニの世界だったらね、あるんですけどね、ーー朝働いて、昼学校行って、また夕方から働くとか、ね。ありそう、ありそう,そ,うそう。結構あるんですよ。ありそう、めちゃめちゃあるますね,ね。その間に社員とかは結構長く働くんで、ーー朝も挨拶して、夕方また挨拶して、はい、お帰りみたいな。<laughs> そういうケースはね、時給制の人とかだと結構あるんですけど、月給制の人ってなかなかあんまりないケースでもあるのかなと。うん、なるほどなるほど確かに。はい。ただあり得る話なので、一つその提案というかあのお話としては、例えばなんですけど、えっとフレックスタイム制っていうかさん聞いたことありますか？あ,あります。はいはい。うん、経験ありますかご自身の？ ああ、私自身が勤めた経験ってのはないんですけど、はい、あの面接をそういうフレックス性をやってる会社に面接を受けに行ったケースはありますね。なるほど。んどんなイメージあります？フレックスタイムって聞いたら。フレックスタイム、そうですね。あのすごい雇われる側のイメージですけど、うん、はい、あの最初は朝頑張って早く行くけど。 うん、なんかだんだん遅くなっちゃうかもなこれみたいな <laughs> <laughs> イメージ, <laughs> メージ <laughs> すごいすごい面白いイメージありがとうございます <laughs> 全くこなんか予想してない角度からのイメージが来て私結構今ね面白くてウキウキしてるんですけど <laughs> <laughs> こ,れこれ新入社員でやる気見せる期間はちょっと 朝6時とかに行っちゃうかもな、みたいな <laughs> 慣れ。慣れてきたらこれギリギリ5分前にしか絶対行かなくなるよなって思いながら見てましたね。なん <laughs> <laughs> だそれって。さすがですね。大体の精度を把握されてるからこその <laughs> 多分今のイメージ、イだったのかな。なんかあれですね、コアタイムっていうのがあるんですよね。<laughs> そ,うそうそうそう。なんかその <laughs>、<laughs> そう。コアタイムね。コアタイムがあるから、そう。うん、はい。 面接ではやっぱりフレックスタイム制の会社さん受けに行く時は、うん、やっぱそのフレックス制がいいと思ってましたみたいなやっぱりなんか言った方が印象がいいのかなと思って。<laughs> <laughs> <laughs> それ、思ってたんです。やっぱり朝方の生活にしたいと思ってみたいな。私はねほほ、言ってましたね。<laughs> 意識高い、ね意識。意識高い。でも、い <laughs> 言いながら、いや、でも、これ絶対半年後どうかなって思い、<laughs> 思いながら言ってましたね。確か,確かに、確かに。そう、そうなんですよね。はい、いや、ありがとうございます。いすみません、<う>ちょっと一般的なイメージはどういう感じなんですか。 いや、あのね、すごい、すごい、さすがだなと思ったんですけど、うん、あの、じゃあ、ちょっと補足していきますね、うんうん、リスナーさんのために。えっと、フレックスタイム制っていうのは、うんうん、簡単に言うと、修行時刻、それから就業時刻を自分の自由に設定できるっていう、うんうん、まあ、うんうん、従業員さん側が自分で自由に設定できるっていう制度なんですね。今、ゆいかさんが言ってくださったように、コアタイムっていうものが、その会社の働き方の中で設定されていると、はい、例えば、 午前10時から午後2時までの間は必ずいてねってこれ設定されてる場合もあれば全く設定されてない場合もあるんですよ。あそうなんですねなくてもいいんですね<う>コアタイムって。そうなんです。<ー>マストではなくて<ー>コアタイムがない場合のフレックスタイム制のことをースーパーフレックスって言ったりするんですよ。えー、勉強になります。 そう。まあ、スーパーフレックスはね、うん、覚えなくてもいいんですけど、<laughs> あの、とにかくその出勤時刻も退勤時刻も、勤務時間も自由なんですよね。だけど、一日の、一日じゃない、一ヶ月でこれだけは働いてねっていう、 その、生産時間と呼ばれる時間が設定されてて、それを下回っちゃうと、うんうん、まあ要は遅刻とか欠勤と同じような扱いを受けるケースもある。るうん、もしくは次の月にスライドさせて、働けなかった分を翌月でカバーするっていう、ような制度だったりするんですけど、なるほど。そう。一つはそうですね、そのコアタイムを設けるってなれば、その時間絶対いてくれた方が、いろいろ仕事上、 ありがたいんだよねっていう場合は作ってもいいと思うんですよね。なるほど。じゃあ今うちがその毎朝三十分朝会やってるので、うんまあ、そ,うそ,うその時間はきてねとかね、うん。そうそうそうそそうですね。でもそれ以外は出社というかまあ仕事修行時刻も修行時刻も自分で自由にしていいよって。あ、それが良さそう。 はい。っていうふうにすれば、まあそういうイベントごとがあると、ちょっと時間固定されちゃいますけど、それ以外の時間っていうのは、その方が従業員さんが自分の自由に決められるんですよ。めちゃめちゃいいですね。そう、そうなんです。で、考えればあんまりコアタイムも設けないで、それで、まあその、えっと、朝の5時から、夜の10時まで。 はい。という深夜タイムに行かないようにだけ気をつけてもらえれば、<laughs> はい、比較的運用はしやすいんじゃないかななんて今ちょっと思ってお話をさせていただいた感です。すごい良さそうなイメージなんですけど、はい、逆にこうスーパーフレックスに、ね、しない方がいいっていうのは、あ例えば電話番するとかだったりするとこう,うん、うん、昼間いてほしいとかそういうのがあったりするんですかね。 そうおっしゃる通りで元のケースはやっぱその時間に問い合わせが集中するからとか <laughs> やっぱり全員で顔合わせる時間が欲しいとかそういった場合にコアタイムがが設けられるるることが多いですかねななほほどなるほど、うん、一般的な,なんかその月から金のお仕事で, <laughs> で一般的なその9時18時とか10時19時みたいな会社の場合だと。 その時間を狙って皆さん問い合わせとかお取引先の方ってお電話とかしてきますからね。っていう時に、まあ、みんなの時間が把握できないままだと誰々はいませんみたいなのがずっと続いちゃって結果として会社の業績に影響が出るなんてことがあるとまずいからっていそういう理由でスーパーフレックスにしない会社もまままあ,ありすすね確かにそうで今回の私のケースだと5年以上、まあ、友人で。 まあ、すごく仲が良く、まあ仕事ができることもあの、まあ、かなり織り込み済みの人なので素晴らしいいやもうもう私の影武者になってくれてる感じなんでね。きた<お> <laughs> 来た来た <laughs> 影武者来た本当にありがたいんですけどすごいね。<laughs> <laughs> 影武者言ってみたいな<か>私の影武者って言ってみたい私の影武者になってくれてる感じ本当に本当 <laughs> ね <laughs> も何でもやってくれてるんで。 えー、<の>すごい。でも信頼関係がベースにあるのでスーパーフレックスもすごいいいなって思うんですけど、うん、そ,その子が育児休業に入って新しく別の人を新しくなんか全く知らない人を採用するってなったら、うんうん、確かにちょっとスーパーフレックスで LINE だけでやり取りするっていうのは、うんうん、ちょっと怖いのかもなっていう感じはありますね。確か,確かにねあ、うん、ある程度のの信頼関係あってこその 制度でもあるのかなとは。そうですよね。確かに思う、うん。うん、すごい思ったのが、その就業、うん、就業規則を。はい、だから、ま作らなきゃなと。うん,うん、うん。ちゃんと。実態にあったものにしていかなきゃなって。 そうなんだろうなって思ってるんですけど、はい。これ今のこの一人目の子をベースに作っちゃうと、うん、なんか後から大変なことになりそうだなっていう <laughs>、ね、<laughs> 感じはちょっとなんかお話聞きし聞いて思いましたね。そうですね。すねまあその都度変えるっていうのもね、ちょっと大変ちゃ大変ですしね。そうですよね。なので一旦お一人の子

でじゃあ次またじゃあ2人目ってなった時にその2人目に関してもしスーパーフレックスとかフレックスタイム制をちょっと入れるのがまだ厳しいかなっていう場合は個別でまた雇用契約書を結んで10時から18時の6時間ですよって確かに,確かに、はい、いうふうにするのもありですね。なるほど、うん で就業規則自体は、まあ、会社のグランドルールといいますか働く上での全体で共通しているルールを、まあ、文字にしたものなのである程度人数が集まってきてその共通のルールとして出した方が会社の運用がしやすいよねっていうタイミングで就業規則を作るののででももいいいかもしれなあ確かに確かにそっかじゃあまだすぐ作らなくてもいいんですねそうですね。 まあ、あるに越したことはないんですけど実際法律上で就業規則って常時雇用する人が10人以上になった時に作ってあ、うんうん、労基所に提出してくださいねっていう決まりなんですよ。なるほど、うん、さすがに10人もいたら確かに共通のルールあるでしょう,う <laughs> 確かに。<laughs> そういうことなんだと思うんですけど。 大変ですよね、管理もきっと。いやそう。今度は逆の意味で大変。<laughs> みんな個別の契約ばっかりだから。そうですよね。統一できなくて大変なことになっちゃうんですよ。そうですよね。なんか、<う>この人はフレックス、この人は固定、この人は時給みたいな。ね、なんか。そう。本当そう。でもね、実際そういう会社もなくはないですからね。うんうんうん。うん。ってなった時に、やっぱあった方がいいよね、うんうん、と。例えば、その仕事、 もう内容によっても変わってくると思うんですよ。例えば仮にで、ゆうかさんの事業がもう本当にもんもんど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 ん発展して、うんうん、営業、もうすごい私は願ってるんですけどね、<laughs> その営業担当をやっていますってなってするじゃないですか。その営業担当はフレックスタイム制ですよと。あ、はい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 。うん、でも、事務作業に関しては、まあ、特段なんか個別のその考慮しなきゃいけない事情がなければ、10時から18時ですよ。 ってていいいうに部門別でで決めものなるほどなるほどそうなんですでフレックスタイムを入れようと思ったらそれをちゃんと明記しなきゃいけないんですよ就業規則にそう就業、うん、規則かもしくはあの労使協定って言うんですけどおお新しい単語がそうあの労働者の労とし、うん、っていうのは使う はいはいはい、はいうん。使用者って経営者のことを言ったりするんですけど、その労使協定と、うんなんとか協定の協定ですね。はい,はいはいはい。はい、この従業員さんと会社の間で取り交わす約束事っていうんですかね。はい。それを文書化して、そしてちゃんと会社の中に、まあ、互換しておきましょうねっていう。 うんのがねフレックスタイムの導入の時は必要なんですよなるほどそうなんですねあじゃあこれをやるとしたらそれも使わないといけないよっていうことですねそうなんです,んで,す<あ>で、そうやってちゃんと名文化した上で運用すればそんなに大きなズレとか認識のズレとかあとはトラブルっていうのは多くはないんですけどはははいはい、はい。名文化しないとねまた一体言わないになるので いやそうでですすよよねね本当にそう,ですよ、ね、そう信頼関係あればね <laughs> そういうことはあんまりないんだけど、まあ、全く、ね、そういう関係性これから作りますっていう方を迎えた時に言った言わないのトラブルが一番厄介なんでそうですよねそうそれをね分かりやすい環境を、うん、働きやすい環境を作るっていう意味でも化しておくことが必要になります、ねすね、なんか、うん、LINE でちょっと言った言わないみたいなのってうん。 なんだろうな埋もれちゃうしかう忘れちゃうしそんなつもりじゃなかったとかそ,<う>なんかそういうことになるなっていうのはなんかすごく感じて感じるところあるので、うん、やっぱりなんか契約書的な形にしっかりしとくっていうのが大事だよなっていうのは。<う> <laughs> 本当に思いいますすねいやおっしゃる通りですなんか親しき中に持ってよく言いますけどまさにあれだなと思ってて親しいんだけど締めるところはしっかり締めてうん、うん、それがやっぱ会社っていう組織なのでうん、うん、そうですねそ,うそ,うそこの上で改めてその友人としての関係もやっぱり保ちつつ仕事においても信頼できる関係性を作れるっていうのが一番ベスト。 本当なんか、うん、雇ってみて思うことですけど<お>その子が仕事ができるのでいいんですけどやっぱりこれがちょっと期待外れだったりすると<ー>なんか友達としての関係もねちょっと微妙になっちゃうみたいなことあったりです するだろうなって、かんか、日々思うので。そうなんですよ。ね、人を雇って、難しいなって。思いますね、本当ね,ね、経営者にとっての大きなチャレンジだと思うんですよ。<laughs> 採用ってね、私も。やっぱ採用する時ときに、いろいろと。吟味するわけじゃないですか。はい、面接したりとか。そうですよね。なんかちょっと技術的なパソコンスキルとか見てみたりとか。うんうんうん で、あこれなら大丈夫だろうって思ってうん、うん、面接の受け答えもバッチリだとかってやって、実際働かせてみるとちょっとこうミスが多いとかね。その時に見えなかったことが見えたりして、うわーってこうなっちゃったりするす。あややさんが一番最初に従業員の方雇われたのって、はい。はいつぐらいのお話なんですか。もうね。 え ?7 年ぐらい前の話。あ、7年。わわ、先輩だな。<laughs> いや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 。まあで私の場合はビジネスパートナーもね、い,いて、一緒にやってるので、その意味ではまだ、お互いに見切れないポイントをお互いが見れるっていうメリットがあるんですけど、最初のね、採用ってうまくいかないよなんてよく言われるわけですよ。うん、先輩から。なるほど。 そう、で、やっぱ、そういうふうに思いたくないから、一生懸命採用とかやるんだけど。はね、七年前に採用した時はね、やっぱ、いろいろと悩みが。出てきちゃいましたね、えー。どんな、どんな悩みがあったんですか。<laughs> いやー、これが、まさっきね、ちょっと話にも出てたんだけど。はいはい、あの、業務上、ね、うまくいかない。思ったより、パフォーマンスが上がってないとか。はい、は,は,は,はい、はい、はい、はい。なんか、クレームが起きるとか。<laughs> なるほど。 そ,うその尻拭いって言ったらいけないんだけども<ー>最終的な責任は私たちが負わなきゃいけないの、ね、ですよ、ね、そ,うもうそれがねもう気が気じゃないっていうか今日は何をして貸しててくれるんだいそうですよねそのそ<う>なんかお金も払うんですけどや,やってもらってるからでもなんか雇う前より大変になってるみたいな。 こともね、ありえますよね。ありえます。なんかそれがね、期間限定だと思えば、まあ、相手はどんどん成長するからいいんだけど。これがずっとその不安定な状況が続くと、こっちもちょっとメンタルやられそうになっちゃうわけですよ。そうですよね。なんか。そう簡単にやめさせられないですもんね。そう、そうなんです。日本の労働法ってね、やめさせにくい環境になってるわけですよ。まあ、とはいえ、そんな私たちも鬼じゃないし。 やっぱりうちで働いてよかったって思ってもらいたいなっていろんな努力を重ねるわけなんですよね。そういう一つ一つの工夫とか,なんか気遣いとかが、うん、配慮とかが、うん、まあ結果として次の採用にもつながっていったりするのでまあその方はねあ,<ー>あんまり あ、でも2年ぐらい働いてくれたのかな ?2 年ちょっとかなはいはい。まあ頑張ってくれたんだけど、うん、やっぱり難しいってことでお辞めになって。で、その後からあの来てくださった方はね、今でもずっと働いてくれてて。そうなんですね。そうなんですよ。いや、本当に今でもね、なんか、もういずっといてみたいな。<laughs> <laughs> ほんとそんな感じですね。はい。は なんでねうん、うん、う人を雇うって、まあ、法律的な縛りもあるしじゃあ勤怠登録どうするうん、うん、社会保険どうする雇用保険どうする、うん、<laughs> っていろいろと考えなきゃいけないこともあるし残業をさせるんだったらサブロク協定っていうのもねか、うん、わさなきゃいけないしいろいろやることあるんですけど。うんうん まあでもそういうのもなんか一気に全部完璧にできる人ってまずいないので、うんまあ一つうん、うん、そうそう一つ一つねクリアしていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。そう言ってもらえるとなんかすごいなん大丈夫なんだっていう、うん、安心しますね。うん、大丈夫です大丈夫ですまずねやっぱ素晴らしいのは信頼関係ができてるっていう状態なので、そこはなこまめなコミュニケーションを取りながら、まああとお互いもねこうまあいい意味で 気を使える関係で。うん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 。いながら。まあ、会社として、もっとよくしていくために。どうしていったらいいかを。が、うん、一緒に考えて実行していくことなのかなと。そうですね。うん。思いますよ。いや、本当に。でも、やっぱ一人雇ってみて。うん。一人いることで、こんなに、なんか楽になるんだ。とか。うん。んこんなに、自分の時間、浮くんだ。っていうのは。すっごく感じたので。うん <laughs> 素晴らしいうん。なんかやっぱりいろいろ大変ですけど。なんか人を雇うっていうのは、会社の成長には。なんか必要なんだろうなあ、なんて。あの。思う今日この頃でした。素晴らしい。まとめとま、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当にそうなんですよね。うんうん、だから、人が一人入ってくることによる。うん,うんうん。 大変さももちろんあるんだけど、最終的には自分の右腕、右足あれなん <laughs> 左足みたいな左足影武者影武者としてね、働いてくれることで、<laughs> パワーが2倍、3倍ってなってきますからね。うそうですね。あそれをね、こう実感できるような採用になれば、本当に会社って、 でね、どん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 良くなっていくのでこのままゆいかさんの会社が。 ますます発展していくこと私は願ってますのでありがとうございます今日は本当になんか普通なら絶対お金がかかるような相談をた, <laughs> ただで、ね、聞いてもらっちゃって、ね、ありがとうございますすごく勉強になりましたいやこちらこそですこれ公開されてますけどゆうかさん大丈夫ですかバッチリ大丈夫ですすごいそんなねゆうかさんねすごく心強いアドバイザーなので皆さんの中でもし恋愛に関してちょっと悩みがあるなとか はい結婚を考えてるんだけどどうアプローチしたらいいのかとか出会いがそもそもないんですけどとかそういった悩みを持っている方がいたらぜひゆかさんにご相談いただきたいですねはいそうですねあの、はい、普段仕事で出会う方でねなかなか魅力的な異性がいないんだよって方はお力になれると思いますのでよろしければはい、はい、ぜひご依頼いただけたらと思いますはいタイムチケットからその相談の 窓口もあるということなので、はい、そうですね。最近、はい、あのツイッター、インスタ。 かせてますののでそちら方私もね、ちょ、ちょいちょい話しかけさせていただいてるんですけど、あいなんかね、あ、ほんと、はい、なんか、交互しすぎてね、なんか、私入っていいのかなって思う時ある。はい、なんで、交互しいんですか <laughs> なんか、その、一つ一つのアドバイスね、こう、ツイートでもされてるじゃないですか。はい、はいはいはい。なんかね、そ,それに私が加わっていいんでしょうかみたいな気持ちで。<laughs> たまにリプライ入れるんですけど <laughs> あれもっと絡んでいいめっちゃ嬉しいですよ、本当、ね、あの大感激なんでいつも、あのすごい嬉しい。<laughs> あじゃあ、絡も。そう言っていただいて嬉しい、頑張って考えてるん、ね、で、投稿を。それが伝わってくる、それがめっちゃ伝わってくる、あもう本当そうとかってこうなんか入れたいんですけど、なんか本当そうってリプライどうなんと思います、ね。<laughs> <laughs> そのフランクでもいいフランクでもいいですか私はいいんですけど、その、やすさんのフォロワーさんがどうなのかなっていうあ。私結構フランクにいろんな人と絡んじゃってて、はいはいはい。しょっちゅうなんかあれですよ、フォロワー減ったりとかするんですよ。<laughs> <laughs> うざがられてんのかなとか思って。それは、どうなんでしょうちょっと。ねわかんないけど。私はありがたいですけど。 いやいや全然なんかそんなものでよろしければぜひ絡ませてくださいこれからも今後ともよろしくお願いしますあよろしくお願いしますということで本日のゲストは渡辺由依香さんでしたありがとうございましたありがとうございましたコンビニ社老子安彩香のウィークリーコンビニラジオあなたの人生に輝きを たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください988-4782沖縄ベタニアチャージ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか お問い合わせはグスクマタウンビジョンまでギ宜野湾ヒルズ通り究明イ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社進化 沖縄引っ越しセンター「0120497755」「ムービング沖縄」で検索「君の心に溶けた手作りのお味噌を」「シフォンケーキで優しく包む」「く味噌加工しょゆ味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬野。 コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオはいということで再び渡辺ゆい香さんとの対談をお聞きいただきましたありがとうございます最近ですね本当にあのいろんな会社さんからのご相談が多くて、まあ、コンビニのオーナーさんからもご相談をたくさんいただいております今今本当にこのコロナの状況で世の中の あり方はま変わらないかもしれないけどやり方が大きく変わっていることを実感しています。でそうなってくると本当にこう今までと同じやり方をしていたらどんどん衰退していくっていう危機感もね見えてきていてでやっぱり諸外国から見るとその今の日本の状況って。 すごく危なない感じなんですってでアメリカに住んでる私の同期といいますか会社員時代の同期がいてで彼がおととい誕生日だったのでおめでとうっていうの,の代わりに、まあ、アメリカで小売とか飲食業を営んでるのでどんな感じって聞いてみたら、まあ、やっぱり今結構アメリカはそのワクチンの接種が進んで結構元に戻り始めてるという話だったんですよね。 まあ逆にそのコロナっていうことをもう新規のチャンスだと捉えて出店をしていくっていうことをね彼はやっててですごく人生をかけてもう億単位のお金を投資してやってるって言ってましたけれどもちょっと将来的にね日本の状況が厳しいんじゃないかななんていうことを彼は言ってたので。 なんか10年後にもう海外からの草刈り場になっちゃうんじゃないかなって言われててちょっとそれはそれで結構まずいんじゃないかなと思ってます。ぜ、ま、ひ、あね、日本を元気にしていくということで私も引き続きコンビニ社労使としてコンビニ業界から日本を元気にするぞということで頑張っていきますので皆さんもぜひ頑張っていきましょうということでウィークリーコンビニラジオ94回の放送もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりましたた本日もおききいいだきありがとうございました。 パーソナリティは私コンビニ社の推しの安田彩香でしたそれではまた来週お会いしましょう